米軍の新基地建設が進む辺野古の大浦湾。赤い V の内側が侵入禁止区域だ。埋め立て用土砂を搬入するための船が見える。基地の建物と岬の反対側で埋め立て工事をするクレーンが見える。はい、あ、これですね。はい、この向こう側の海域に問題の杭の打てない軟弱地盤が広がる。丘の上に弾薬庫が見える。辺野古新基地問題ばっかりね、注目してますけど、その横にある辺野古弾薬庫はですね、古い弾薬庫を新しい最新のものに今建て直してるんですよ。辺野古と嘉手納の弾薬庫にはアメリカ側の判断でいつでも核兵器を持ち込めるという密約が1969年に結ばれている。米軍機が校庭の上空を飛ぶときは、小学生たちはこのコンクリート製のダッグアウトの中に隠れるのだという。そんな国が他にあるだろうか。普天間基地が一望できる有名な嘉数高台公園の地球儀型展望台。オスプレイが止まっているところがよく見える。米軍ヘリ墜落事故のあった沖縄国際大学はここから車で6分の距離にある。2004年8月13日沖縄国際大学内のこの場所に米軍ヘリが墜落した。この時米軍は大学敷地内の事故現場を封鎖、日本の警察も消防も政治家も許可なしには中に入れなかった。死者が出なかったのが奇跡と言われるほどの大事故だった。しかし事故後も米軍は大学周辺上空での低空飛行訓練を変わらず続けた。あれのですね、あの F-15 で昨日授業中に来たので、オスプレイどころか嘉手納基地から F-15 戦闘機が移住してきてものすごい爆音を立てているのだという、ね、ただまあその天の助けかなんかは分かりませんけど、まあ、軟弱地盤問題っていうのが出てきて、はい、もうできないでしょこれ。いやこれはですね、私もあの某防衛局長ね、ここへ来た時に、せめてね、前のねアメリカの計画ぐらいはしっかり勉強してやった方がいいよと、っていうのはこれ66年67年に作ったこの構想図から軟弱地盤外されてるんですよ。おお、わかります、知ってたんですか。この水道車のなんかあのこっからこうみんな航海に出てたから、航海の無事を祈って見送る場所だったわけです。この石段の上がミーグスク。ここはいわゆるウガンジュっていう聖地なんですよ。2020年11月、那覇空港。10年ぶりに沖縄のすべての米軍基地を駆け足で撮影旅行することになった。旅の相棒は北部の高江在住のギタリスト、石原武さん。まずは那覇空港から。ぐるりと那覇軍港を一周する形でミーグスクへ向かう。
広大な軍港だがほとんど使われていない。基地内に人影は全く見えない。ここがミーグスクの聖域だ。右手に祠もあるが、左奥の海に近い場所で祈りを捧げる人も多い。那覇港を見渡す位置にあるミーグスクは、もともと16世紀後半に倭寇の来襲に備えて作られた海上に突き出た要塞だった。対岸のヤラザモリグスクとともに琉球王国の港を守っていた。その後、平和な時代が訪れると要塞としての役割は薄れ、船で国外へ出る人の無事を祈って見送る場所となった。あの葛飾北斎も琉球八景の中で描いたほど有名な場所だった。1945年米軍に接収されたミーグスクは、再び米軍の軍港のための要塞として使われることになった。当時の写真を見ると、北斎が描いた時代の地形がまだはっきり残っていたことがわかる。次はペリーが上陸した泊外人墓地へ。ペリーは、多くの日本人が誤解しているように太平洋を渡って東から江戸へ来たのではなく、大陸沿いにインド洋を渡って西からまず那覇に上陸した。日本が開国に応じなかった時の保険として、まず琉球王国に上陸し拠点を築いたのである。ペリーは200名の海兵隊と大砲を率いて首里城を訪れ、最初の米軍基地と呼ばれる石炭貯蔵庫を建設したり、本島各地に行き測量や地質調査などを行った。その時調査したデータは、なんと90年後の沖縄戦で利用されることになった。ここは一般の日本人が気軽に利用できる唯一の米軍施設だ。ほら、ハリセンボンがフライドポテト好きなんですよ。ほら、一生懸命急いで来てる。ほら。お前食いしん坊だな。かつて沖縄には嘉手納を中心に1300発もの核兵器が貯蔵されていた。嘉手納基地では本物の核爆弾を積んだ戦闘機が4機、24時間体制で待機していたこともあった。かつては隣接する倉敷ダム公園内のこの展望台から次のような弾薬庫内の風景を見ることができた。なんか最近すごく激しい訓練が行われているという話も聞いたんですか。はい、もうこのね、2、3年非常に大きなね、変化っていうのは、激しい訓練がもうどう増してますね。北部でももちろん訓練激しいし、ここ普天間を飛び立ったオスプレイは夜中10時ごろ帰ってきますから、10時11時までかけて訓練をしてきてます。昨年東京でフォローもやった時に、アメリカから来た、シンクタンクのですね、研究者が何て言ったか、毎度毎さん申し訳ないけども、今8月で切れるですね、核の条約、これがなくなるとですね、核の戦争のための準備が進むことになりますと。で、日本においては最大 の核配備場所として検討されていくのは
北海道と沖縄ということになりました。北海道もそうなんですか。北海道もっていう話をしてました。有事の際の核持ち込み密約みたいなのがありますから、うん、そうですね。これを佐藤栄作さんはね、うん、なんとあの自宅に、ね、持っていた机の中にそれが入ってたという話、うん、沖縄返還に伴う核密約はまずこの2人の交渉から生まれた。1969年9月30日にキッシンジャーが提示したこの密約原案の条項は2つ。 1. アメリカは緊急事態には事前通告によって沖縄に核を持ち込む権利を持つこと。 2. 日本は嘉手納辺野古とその他5つの弾薬庫をいつでも使用できる状態にしておくこと。その2ヶ月後、今度は訪米した佐藤首相がワシントンの大統領執務室横の小部屋で次の密約文書にサインした。この密約の核心部分は次のやり取りにある。ニクソン大統領、緊急事態に際しアメリカ政府は日本政府との事前協議を経て沖縄に再び核を持ち込む権利を必要とするだろう。その時アメリカ政府は好意的な回答を期待する。佐藤首相、日本政府はその場合の事前協議においては遅れることなく要件を満たすだろう。表現こそ一見対等なものに変わっているが、キッシンジャーの原案にあった事前通告によって核を持ち込む権利がそのまま認められたわけである。さらにこの密約の背景には、その12年前、佐藤の実兄である岸信介首相がアメリカ国務長官ダレスと結んだ事実上の密約が存在する。1957年に首相となった岸は、対等な日米新時代のスローガンを掲げて訪米、在日米軍の軍事行動を日本政府のコントロール下に置く事前協議制度を軸とした安保改定を提案した。ダレス長官、問題はその事前協議制度では、例えばアメリカ政府が軍を日本から韓国、台湾、グアムなどに派兵する決定をしたとき、日本との協議が必要になるのかということです。岸首相、あくまでアメリカが実行可能なときは協議するという文言が入っているので、その点は問題になりません。なぜならそうしたケースでは、アメリカは協議可能と考えないでしょうから。つまりアメリカがどうしてもやりたいことは日本政府との協議なく何でもできるということだ。沖縄だけでなく密約文書のない北海道への核兵器の配備まで言い出しているのがその証拠だ。冷戦の最盛期に生まれたこの異常な体制をもし自分たち自身の手で終わらせることができなければ、今度は日本が米軍の戦争の捨て石となって75年前の沖縄と同じような大きな苦しみを味わうことになるだろう。基本的にやっぱり日米安保というものが、まあ、最優先の政策になっていて、うん、これに触ることに対して日本の政府ももちろんそうですけど、うん、国民自体が安保神話から抜け出ていない、うん、日本を代表する軍事専門家とも言われて、石破茂元防衛大臣が言ったのは、あの日米安保があるからといって、うん、有事の際にね、うん、アメリカが自動的に助けてくれるとはもう思わない方がいいと、うんうん、まあ、3、4年前にテレビ朝日の番組でね、はい、あの彼は言いました、はい。まあ、これ聞いた時に、あ、この人はもう総理になれないなと思いました。まあそういうことなんだよね、うん、まあ、本当のことを言ってはいけない、うんうん、安保の現実を伝えてはいけないのかなという、うんうん、この国の最大のタブーは、うん、安保が機能していない可能性があることについても言わない方がいいという。核密約文書にも名前の出てくるナイキハーキュリーズ基地、その一つである嘉手納第4サイトの意向を創価学会の池田大作名誉会長が買い取って研修施設とした上で一般にも公開している。で沖縄を見てればね、うん、日本全体の動きが見えてきます。そうですね。で沖縄の訓練が激しくなると、はい、本土でも激しくなってますから、はい、もう全国から、ね、とにかく悲鳴がここに伝わってくるんですよ、うん、それから相模原補給所、うん、神奈川についてもここミサイル部隊が配備されることになっちゃったんですよね、うん、なぜ首都圏にミサイル部隊の配備、うん、
部隊だけだと言ってるんですけど、部隊だけ配備するわけないでしょうと、うん、ミサイルがどこにあると、うん、言ったらいつの間にかミサイルが配備されている可能性もあるわけですね、うん、それから九州においてはもう比重台も、うん、そうですけどね、米軍と自衛隊が一体化して基地を使うような時代、うん、そして、まあ、自衛隊基地はね、うん、共同訓練用の施設に変わっていると。自衛隊の基地の中に米軍用の施設が、球場ができたり整備場ができたり、まあ、そういう米軍の施設がねどんどん作られてきてるんですよ今。あの全自衛隊基地の共同利用っていうのが、まあ、昔から目指しているところではあるんですね、はい、今それが着々とね、で一体化が進む中で訓練も共同訓練から合同訓練に変わる。共同の場合にはそれぞれ司令部が別にあるんですよ。合同訓練は一つになる一体化なんですよね。だから合同訓練と書くと自衛隊とっても嫌ってきたんですよ。と最近は合同訓練になってきているという。楽しいんだろうか。おお、なんかいいね。楽しそうだな。ヤンバルと呼ばれる沖縄の北部エリア、その森の中にわずか100人余りの住民が暮らす高江という集落がある。この美しい自然に囲まれた村が2007年以降米軍基地をめぐる住民の大きな戦いの場となった。ほとんど使い道のない山林地帯である米軍北部演習場の 53% の返還と引き換えに、高江の集落を取り囲むようにして6つの軍事訓練用ヘリパッド、ヘリ発着基地が作られることになったのである。ヘリパッドから飛び立った軍用ヘリは高江の住民や家に銃を向け、照準を合わせる軍事訓練を行っている。その実態を描いた三上智恵監督の映画「標的の村」は大きな反響を呼び、高江の問題は全国に知られることになった。しかしこれは決して高江だけの話ではない。東京でもすでに同じことが始まっているのだ。横田基地から飛び立ったオスプレイ、その後部からは市街地に向けられた銃身が覗いている。かつて高江の住民たちの激しい戦いの場となった N4 ゲート前、今は工事が完成し、ゲート前から当時の喧騒は失われたが、ヘリパッド反対の活動は規模を縮小しながらも続いている。
手に伊江島のシンボル、塔頭、またの名を臼杵山が見える。ここも実は強化されてですね、米軍の強襲揚陸艦と同じような、その甲板のですね、形を見せた、滑走路が整備をされて。それは最近ですか？うん、はい、もう2年ぐらい前です。残念ながらドローンのない私は金網越しにわずかに新しい訓練施設の一部を見るしかなかった。辺野古漁港のすぐ横にある新基地建設反対のテント村、現在はコロナのため平日午前のみの活動となっている。今建設が進んでいるのがこの、そうです、埋め立ての計画がこの範囲で、はいはい、枠囲いができて土が入れられているのがこの辺りまでですね、はい、この辺りまでですね、はい、以前からある岬のこちら側、はい、辺野古側のところになります、はいはい。まるで童話の中に出てくるような美しい海岸だ。対岸に辺野古の基地建設現場を望みながら、ここで朝の体操をしたり、基地反対の集会をしたり、月を眺めたり、沖縄の人たちの粘り強い基地反対運動は、こうした豊かな自然の恵みに支えられているのだろうと思った。